エンジンをかけるとこのサイドブレーキ引いてますよっていうランプが点灯します。点灯しっぱなしです。サイドブレーキを引いてるわけではありません。サイドブレーキは降りてます。でもサイドブレーキのランプが点灯しています。この車の取扱説明書によりますと、警告灯、ブレーキ警告灯、こちらエンジンスイッチをオンにすると点灯し、数秒後に消灯します。ブレーキ液が不足している時、このような時は点灯するとついたままですよと。ブレーキ液はどうやって見るんだっていうことですね。はい、ブレーキ液はなんとこんなところにあるんですね。ここ取れました。ここにあります。でこの隙間からありますね。マックスとミニ、目視で見る限り一番下の線のところにあるような感じがしますね。ということで今日はブレーキオイルを補充しましょう。そうしましょう。いや、今日はねお休みですよ。土曜日ね、今日2月の13日土曜日、いやお休みです。午前中はねもうゆっくりひたすら家でぼーっとしてましたね。ちょっとね車ももう見て分かったと思うんですけど、17万キロ超えましたよ。買った時13万キロですよ。わずか1年ちょっとでね、本当によく走ってくれてます。そしてまだまだこれからも20万キロ25万キロと末永くよろしくお願いいたしますよ。そのためにもねしっかりメンテナンスして大事に大事にいきたいと思います。さあ今ブレーキオイル買ってきました。相変わらず、ランプは点灯したままですね。このサイドブレーキは降りてる状態です。ブレーキの警告灯はついたままでございます。では今からブレーキオイル入れたいと思います。入れるものはこれですね。この日産純正のオイルでございますね。オートバックスで1199円買ってまいりました。これを入れたいと思います。これを入れる時にですね、これ商品並んでる時この上後これついてなかったんですよ。これ単品で売ってたから、あこれはちょっとまずいなということで、これをねオイル上後、こういうのが紙ですね、使い捨てのこういうものが売ってたんで買いました。そしてレジでねお金払った後にパッて見たらこれついてたんです。先に言ってほしかったねこれね、つきますよってね、これいらなかったよ。まあでも今日はこっちをねこっち使います。ではまあ早速やっていきましょうかね。これ大丈夫かな、とりあえずこれガポッと外してね、よしやっていきましょう。これをまずエンジン切ろう。エンジン切ろうかな。サイドブレーキ一回引いて、ちょっとこれ蓋開くのかな、これ。あ、開いた。こんな感じで。僕もちょっと初めて開けるんでね。ここに入れていけばいいんですね。よし、入れていきましょう。まあ折り紙みたいな感じでね、そのまま広げたら。もう上後になりますみたいな感じですね。よし、これをセットしましょうか。大丈夫？これで大丈夫？さあセット、はまんね、あはまった。こういうこと？あ、
いいね、いいね。ちゃんと口にも入ってるね。入りました、入りました。で、注ぎ口がここでね。よし、ここからちょっとオイル入れていきましょう。吸湿性がありますので、固く締めてくださいと。はい。はい。はい。これは本当にね、オイルなので、本当に一番オイルが染みたら目立つやつね、これ。濡れるとすぐに、ちょっと携帯離そうかな。よし、まあ、とりあえず、ここに置いて。さあ。メーターがね、一応あるから、そこを頼りに入れていくんですけど、とりあえずちょっと入れてみましょうかね。うい。ストップ。さあ、これで今どれぐらい入ったんだっていうのがね、全くわからない。目視で見る限り、え、もう結構入った？あ、もう満タンに近いよ。とりあえずじゃああとちょっと入れましょうか。こんなもんかな。これぐらいで多分もう満タン。満タン来ましたね、もうね。オッケーオッケー。さあ、これでちょっとしまいます。結構満タンですね、本当に。さあ、これで蓋を閉めて、え、これでオッケー。はい、カチッと言いましたね。さあ、これで蓋を閉めて、せーの、ドン、うん、閉まった。オッケー。ではエンジンをかけたいと思います。さあ、消えるんでしょうか。現在は、サイドブレーキは引いた状態でございますね。サイドブレーキ引いた状態でございます。さあ、エンジンかけます。はい、エンジンかかりましたね。さあ、ちょっとね、サイドブレーキを下ろしますよ。では行きます。ドン。あ、消えた消えた消えた。嬉しい。大丈夫だね。いやー、大丈夫だ。マジで嬉しい。まあ、実は結構放置してて、もう東京にいる頃からサイドブレーキのこのブレーキ警告とずっと点灯してて、消えましたね、なんとか。いやー、嬉しい。結構ストレスだったんで、原因もわからなかったし、ずっとついてるっていう不安、いやー、解決できて嬉しいです。いやー、嬉しい。いやー、ということで、大丈夫でしたね。ということはもうみんな大丈夫っていうことですからね。そういうことです。あとね、ちょっと全然話変わるんですけど、ちょっとさっきね、自販機でリアルゴールドね、リアルゴールド買いました。そしたらいい言葉が書いてあるんですね。大葉ちゃんみたいに、今日の金言、挑戦したあなたの勇気は報われる。うん、間違いない、間違いないね。よし、大丈夫だ、よかった、大丈夫。うん、ということで、また明日会いましょう。平山茂でした。ありがとうございます。本当に良かったです。ありがとうございます。嬉しいです。おやすみなさい。おやすみなさい。